はい、今日は主はあなたを通し栄光を表すというタイトルです。エズラ記1章の1節から4節の御言葉ですね。エズラ1章から4節です。今週からリビングライフはエズラ記を読んでいます。私たちの教会ではリビングライフですね、もう皆さんも持っていると思いますけど、それを行うことを進めていてですね、教会のみんなが毎日同じ御言葉で養われていくということを行っています。もしまだリビングライフやっていないという方がいたら、ぜひ注文してやってみてください。生命を하지않으신분이계시다면주문하셔서함께해주시기바랍니다。リビングライフやりながらたくさんの良いことを発見できます。생명의삶을통해서많은것을발견합니다。でその中の一つを今申し上げればですね、거기가운데한가지를전한다면、あまり読まないだろうなと思う聖書も読むことができる。그다지읽지않는그런성경말씀구절또한많이읽게됩니다。あまり読んだことのない聖書の御言葉からメッセージを受けることができる。그리고그다지읽지않은그런말씀에서성주님의말씀성을듣습니다。もし私たちの教会がこのリビングライフやってなかったら、우리가만약우리교회가생명의삶을하지않았다면、このエズラ記から日曜日の礼拝メッセージするということもなかったかもしれない。이에스라에서이말씀을나누는것은없었을수도있습니다。そのぐらいこのエズラ記というものはあまり人々に読まれていないものだと思います。그정도로에스라기는많은사람들이그다지보지않는부분이아닌가생각합니다。마태마르코마태복음마가로마로마시편신경それはよく読んで私たちは本当にたくさんメッセージ受けてると思います。자주읽고우리가많은말씀을많은은혜를누립니다。しかしエズラ記から私はメッセージをもらいましたということはリビングライフやっていなければもしかしたら天国に帰るまで一度もなかったかもしれない、そういう可能性もあるということです。어쩌면에스라기생명의삶을통해하지않았다면에스라기를한번도읽지않았습니다라는사람도있을수있겠습니다。私はエズラ記を好んで読みますという人は私一度も出会ったことないですね。なんでエズラ記를더즐겨하며읽습니다라는거말하는사람은아직만나보지。そのぐらいあまりこのエズラ記には聖書があまり関心を持たれていない箇所。그정도로에스라는그다지많은사람들이관심을갖지않는부분일수도있습니다。また読むんですけど。読んでも読む内容がわからない。읽어도잘이해를못하는。だからわからないままただ読んでいく。그래서알지못하는가운데그냥。あ、順番に来たからただエズラ記。순서가왔기때문에읽는。しかし私たちが本当にこのリビングライフを行っていく中で、このエズラ記に出会うことができたと本当に感謝したいと思います。エズラ를만났음을감사드립니다。またこのエズラ記からたくさんの祝福のメッセージが与えられていることを本当に感謝したいと思います。エズラ가운데서많은축복의은혜가부어짐을감사드립니다。皆さんもリビングライフこれを黙想しながらたくさん祝福のメッセージこのエズラ記から受けていると思います。여러분들이분명생명의삶을통해서에스라를통해서많은은혜를누리고계실것이라생각합니다。聖書にある書物の中で大切でない書物はないです。성경가운데중요하지않은부분은아무것도없습니다。これからも私たちの教会は、あらゆる聖書の書物に挑戦をしていきます。여러성경의부분들말씀들을도전하고나そして神様の語られる祝福のメッセージ全部受け取っていきたいと思います。그리고하나님께서선포하시는이복된은혜를모두얻길원합니다。毎日同じラーメン屋さんばかり行くのではなくて、매일똑같은라면가게를가는것이아니라、時には違うラーメン屋さん行くのもいいんじゃないですか。다른가게를가지고좋습니다。違う味の美味しさを味わうこともよろしいんじゃないでしょうか。다른맛의즐거움을느끼는것도좋습니다。また同じラーメン屋さんに行ってもいつも同じ味噌ラーメンだけ食べ우리항상똑같은라면가게를가더라도미소라면먹는것이時には醤油ラーメン食べてもいいんじゃないですか。가끔은간장라면도その味を味わってもよろしいんじゃないですか。그맛을느껴도좋지않겠습니까。今週私たちはあまり行ったことのないエズラ記というラーメン屋に行きます。그다지별로가지않은에즈라라면가게를가고싶습니다。祝福のメッセージを今日このエズラ記から受けたいと思いますね。エズラ를통해서얻고싶습니다。エズラ記のテーマは大きく2つあります。エズラ의テーマ는크게두가지です。この2つのテーマ分かって読んだらよく分かると思います。이두가지テーマ를알고읽는다면더잘이해가될것입니다。それはイスラエルの帰還と神殿再建です。이스라엘의귀환과성전건축입니다。これが2つ大きなエズラ記のテーマです。이것이두가지큰テーマ입니다。イスラエルの帰還と神殿再建です。이스라엘의귀환과성전재건입니다。このテーマを持ってエズラ記を見るときに多くのことを知ることができると思います。이テーマ를가지고읽어나아갈때많은것을보게될것입니다。簡単に歴史的なエズラ記のこの背景を
簡単な게이스라엘의배경을나타내게전합니다当時イスラエルの民たちは이스라엘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 
最高潮に達していた時、神様の怒りも最高潮に達していた。イスラエルの罪が膨らみすぎて、神様は震怒とあったそうです。そこで神様は、バビロンという当時の大国を用いてこのイスラエルを征服させる。バビロンという国を用いてこのイスラエルを征服させる。イスラエルの地はバビロンによって征服されてしまう。イスラエルはバビロンに依存されます。イスラエルは国を失います。イスラエルは国を失います。イスラエルの人々はバビロンという地に捕囚となって連れて行かれます。イスラエル사람들은바벨론의포로가되어서끌려갔습니다。また同時に、このバビロンの征服によって、バビロンの멸망으로、イスラエルの国の象徴であった神殿が焼き壊されてしまう。바벨론의침략으로이스라엘의그상징이었던그성전은불태워졌습니다이스라엘にとって神殿を失うということは主の栄光を失うということ이스라엘에게서성전을잃는것은하나님의임재를잃는것같습니다이스라엘이罪の中で堕落をしていることに이스라엘이죄가운데타락해나彼らの中にあった主の栄光が失われている그들속에있었던주님의영광또한잃고말았습니다そして彼らは国を失いバビロンへ連れて行かれる그리고그들은나라를잃었고이스라엘바벨론으로끌려가게됩니다聖書を見れば彼らがバビロンで捕囚となった期間は70年であったって書いてバビロンで捕囚が된시간이70年だったすなわちその意味は彼らが捕囚となっている期間は永遠ではなかったという彼らが捕囚となっている期間は永遠ではなかったイスラエルがいつまでも敵の捕囚となって生きることではなかったというイスラエルが언제나捕囚が되어서살지않았다는것입니다神様は確かにイスラエルを罪により裁きます確かに하나님께서는이스라엘을죄로인해서멸진넘고심판하셨しかしその後の回復も神様が導くんです하지만그후에그회복또한주님께서이끌어주셨습니다でそのイスラエルの回復が記録されてあるのがこのエズラ記だイスラエルの그회복이기록된것이바로이에스라서말씀イスラエルがバビロンから捕囚から解放されて神殿を建てるというふうに書かれてあるのがこのエズラ記なんですイスラエル이바벨론에서바벨론포로에서해방되어서나아가는것이바로에스라의길입니다今日の聖書の1章の1節から3節までちょっと読んでみます。ペルシャの王クロスの第1年にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中におごれを出し、文書にして言った。ペルシャの王クロスは言う、天の神、主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。アメン。바사왕고레스원년에여호와께서예레미야의입을통하여하신말씀을이루게하시려고바사왕고레스의마음을감동시키심에그가온나라에공포도하고조서도내려이르되바사왕고레스는말하노니하늘의하나님여호와께서세상모든나라를내게주셨고나에게명령하사유다예루살렘의성전을건축하라하셨느니이스라엘하나님은참신이시라너희중에그의백성된자는다유다예루살렘으로올라가서이스라엘의하나님여호와의성전을건축하라그는예루살렘에계신하나님이시라はい、ここを見れば、ペルシャの王のクロスによって2つのことが書かれているということを知ることがあります。3節に書いてますけど、1つ目は、そのものはユダにあるエルサレムに登りなさい。イスラエルの民はイスラエルに帰りなさいということです。捕囚状態からの解放です。またもう一つは、あなた方はイスラエルに帰って神殿を再建しなさいということです。성전을건축하라라고합니다1절을보면神様は
페르시아의 오 크로스의 레오 振り立たせたと書かれた. 마사 고레스의 마음을 감동시키시매라고 기록. 주와 페르시아의 오 크로스를 모치이되. 주님께서는 마사와 고레스를 사용하셔서 이스라엘의 민이 이스라엘 백성이 모이치도 이스라엘에 가이르고도 유르사르되. 다시금 이스라엘 돌아가는 것을 허락하셨습니다. 데서도 마치도 모이치도 신의 신전이 다시 나오사르고도 내가바리다. 그리고 거기서 성주님의 성전이 건축되는 것을 허락하셨습니다. 신의 내가이와 이스라엘의 회복과 이스라엘의 회복. 무엇 회복과? 이스라엘의 아이덴티티의 회복입니다. 이스라엘의 아이덴티티의 그 회복입니다. 이스라엘 도시의 아이덴티티가 무엇인가? 이스라엘의 아이덴티티가 무엇인가? 그들의 아이덴티티의 중심이 이츠모 나니가 하는가? 그들의 그 중심이 무엇이 있는가? 소리와 신의 미야가 하는가? 그것은 주님의 성전이 신전이 있습니다. 성전이 있습니다. 그 의미는 신의 임재가 있다는 주님의 임재가 신의 영광이 있다는 주님의 영광이 함께 한다는 이스라엘의 민의 중심에는 이츠모 신의 영광이 나케로 이스라엘 백성들의 그 중심은 항상 주님의 영광이 있어야 돼. 신의 영광이 이스라엘의 위에 있을 때에 처음에 이스라엘은 이스라엘로서 이기고 이스라엘 영광이 함께할 때 그때 이스라엘은 이스라엘로서 나아갈 때 소리를 상징하는 것이 신전이다. 그것을 상징하는 것이 바로 성전입니다. 하나님은 70년의 보수의 기간을 해대. 하나님께서 70년간의 그 보루 시간을 지나고 이스라엘의 ために 신전을 建て直すことを 命じられ. 다시금 이스라엘에게 성전을 건축하라 말씀하십니다. 그 의미는 이스라엘의 위에 영광을 회복させる 것. 그것은 이스라엘 위에 주님의 그 영광을 회복케 하는 것. 주의 임재를 회복케 하는 것. 임재를 회복케 하는 것. 同じ ように 똑같이 ここに いる 私たちの 신앙 생활의 中に 우리들 여기 있는 우리들의 믿음 생활 가운데 주와 이츠모 주의 임재를 오기다이토 願っている 오카데 아ることを 知らなきゃならない. 주님은 주의 임재를 주시기를 원하시는 분이십니다. 우리들의 인생 가운데 주의 영광이 常に 望まれることを 주와 願っておられる. 주의 영광이 항상 임하기를 원하십니다. 何よりも 私たちが 무엇보다 우리가 주의 임재から 離れてしまうならば 주님의 임재에서 주의 영광から 離れていく. 주의 영광에서 멀어지. それは私たちが 크리스천として 立ち続けていくことができないということ. 우리가 정말 크리스천으로서 바르게 서서 나아갈 수 없습니다. 別の 言い方を するならば 다른 의미라. 주의 임재を 주의 聖霊と言います. 주님의 주님의 임재는 성령이라고 합니다. 聖霊が 取り去られてしまった 크리스천은 성령이 거두어진 크리스천은 크리스천으로서 立ち続けることができない. 크리스천으로서 서서 나아갈 수 없습니다. 私たちの 신앙 생활은 우리들의 믿음 생활은 私たちの 努力によって 우리의 노력으로 私たちの 力によって 우리의 능력으로 私たちの 지혜によって 行うものではない. 지혜로 행하는 것이 聖霊様の 働きによって 성령의 역사 聖霊様の 力によって 私たちの 신앙 생활을 立て上げられて 능력으로 우리의 믿음 생활을 세우고 나아가야 됩니다. 제카리아서의 4장 6절 말씀 보겠습니다. 제카리아서의 4장 6절 말씀 제카리아 4장 6절 말씀입니다. ゼカリア書の4章6節を読みましょう。 すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。 그가 내게 대답하여 이르되 여호와께서 스룹바벨에게 하신 말씀이 이러하니라. 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라. 아멘. このゼルバベルとは イスラエルが捕囚の地から帰るときのリーダーです。イスラエルがクポロ状態에서エルサレムに戻らがって背負うリーダー입니다。そのイスラエルのリーダーです。イスラエルのリーダーです。で、このゼルバベルを先頭に。イスラエルはイスラエルの地に帰るという。イスラエル백성들은이스라엘예루살렘을돌아갑니다. で、そのようなリーダー、ゼルバベルへの語られた主の言葉だ。クラ、イスラエルパベクリーダーへ発信主님의말씀입니다。権力によらず 能力によって私の霊によって。王子なえ영으로。私の霊によって。エルサレムに。エルサレムにもう一度神殿が再建されることのために必要なことはあなたの力ではなくて。だしぐ主님의성전이재건되는것은너의힘이아니라。あなたの能力ではなくて。너의능력이아니라。ただ主の霊によって。主님의영으로。主の聖霊によって。主님의성령。主の力。主の能力。 全能なる主の力。全能なる主の御手の技によってなされると語られる。その霊を失った信仰者は、主の霊を失った信仰者として、この世を歩んでいきたいと願うならば、力ある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 信仰者として、この世を歩んでいきたいと願うなら
주님의 성령의 권능을 입어라. 주님의 림재를 가운데 살게 해주세요. 주님의 임재 가운데 가라. 24시간 365일 타이르고도 나고 주님의 림재를 가운데 살게 해주세요. 24시간 365일 언제나 주님의 임재 가운데 나가게 해주세요. 나의 몸을 언제나 거기에
ダビデの祈り。두고나아가는것입니다。私は一つのことを主に願った。다윗의간구는한가지나는그것을원했다。いつまでも主の家に。언제나주의전에거하는것이라고。そんな器として。그러한그릇으로。そのような器を通して。그러한그릇을통해서。この地に主の御国が打ち立てられた。주의나라가세워져나가는것입니다。ここにいる私たちは。이자리에있는우리는。なんとなくクリスチャンとして生きてるじゃない。그냥크리스천들살아가는것입니다。何の目的もないクリスチャンとして生きているではない。아무목적없이살아가는크리스천。主はあなたに計画を持っています。주님께서당신을향한계획。主はあなたに目的を持っています。주님께서당신을향한목적이。それは主の主の御国をこの地に打ち立てて行くことのための計画。그것은이세상에주님의나라를세우고나아가는것입니다。そのためにあなたを用いるという目的。그것을위해서주님당신을사용하신다는。主の計画を成し遂げるため。주님의계획을이루기위해。主の目的を実現させるため。주님의목적을실행。神様ここにいるあなた一人一人を選ばれている。하나님께서는여기계신우리한사람한사람을택하셨습니다。私たちはそのために。우리는그것을위해서。今この時代主の器として生かされる。지금이세상이시대에우리가주님의그릇으로세워져나아。またこの教会もそのために。그리고그것을위해서이교회또세워졌습니다。もちろん教会はコミュニティだ。물론교회는커뮤니티。人と人とが交わる場所であります。사람과사람이함께교제하는。良いものを共有し合う場所であります。좋은것을함께공유하는。しかしそれが究極の目的です。하지만그것이궁극적인목적이야。教会が建てられる目的はこの地に栄光を表している。교회가세워진이유는이땅에영광을드러내주님의국을この地に打ち立てていくこと。나라를이지역에세우는것입니다。そのためにこの世の中にあらゆる場所に教会が建てられている。그것을위해서이세상의여러지역가운데。そのために神様ニュージャージーニューヨークのためにラブジョイピース教会を建ててくださった。그것을위해서ニュージャージーニューヨークラブジョイピース교회를세워주셨습니다。教会は主の希望なんです。교회는주님의희망입니다。教会を通して主はこの地に偉大な御業をなそうとしている。교회를통해서주님께서이땅에위대한역사를하시길원하십니다。そのために教会に必要なのはいつも主の栄光を。그것을위해서필요한것은언제나주의영광주의인재。主の栄光がいつも注がれる教会だ。언제나부어지는교회입니다。皆様の信仰生活にいつも主の臨在が望まれる。여러분의믿음생활에언제나주의임재가부어지는。主の臨在がいつも共にあるそんな歩みを行い続ける。주의임재가언제나함께하는그런삶을보내는것입니다。私たちの人生から。우리인생에서。本当にこの主の臨在が耐えることがありますように本当に。이주의임재가끊이지않기를가지길바랍니다。主の栄光が日々注がれる人生を歩みたいと願います。주의영광이언제나부어지는삶을보내기원합니다。そのような人を通して。그런사람을통해。そんな教会を通して。그런교회를통해서주의계획이進められていく。주님의계획이이루어져나가주의偉大な計画が打ち立てられていく。주님의위대한계획이세워져나갑니다。そのために私たちの人生が그것을위해서우리의私たちの教会が우리교회가豊かに用いられることを主の皆で祝福します。쓰임받기를주님의이름으로축복합니다。第2番目です。두번째입니다。主の願いは주님의바람은이스라엘의기간이스라엘의귀환입니다。そしてそのイスラエルの地にもう一度神殿が建て直される。그리고이스라엘예루살렘땅에다시금성전이재건되는것입니다。そのために神様이스라엘을이스라엘에게もう一度返します。그것을위해서이스라엘백성들을이스라엘로돌려보냅니다。でこのエズラ記をずっと読み進めていくならば、이에스라기를계속읽어나아갈때、3章に入った時に、3장을들어가면、神殿が建てられるための礎が据えられたって書いてある。성전을세우기위한그기초를세웠다는것입니다。土台ですよね。土台입니다。基礎ですよね。기초입니다。神殿が建てられるための基礎が3章で完成したんです。성전이재건되기위한그기초가세워졌습니다。基礎が建てられたって言ってイスラエル民は本当に喜ぶんですね。이것이세워짐으로인해서이스라엘백성들은너무나기뻐했습니다。イスラエルの民たちは歓喜に満ちあふれている。이스라엘백성들안에는환기가기쁘게。神殿の礎が据えられたということとしてもイスラエル民は大騒ぎするということなんです。이스라엘백성들의그성전을위한그기초가시작되었음을기뻐합니다。そのことがとその声が遠くまで聞こえるほど彼らは大騒ぎしたということ。그소리가멀리서까지들릴정도로그들이대단했다는것입니다。喜んだんです。기뻐했다。主を賛美したんです。주님의성찬양했다는것입니다。エズラ記。3章。3장。10節から13節。10절부터13절까지입니다。エズラ記3章の10節から13節です。建築士たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルにと歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。
しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは彼らの目の前でこの宮の元へが据えられた時大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫びの声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだのでその声は遠いところまで聞こえた。건축가가여호와의성전의기초를놓을때에제사장들이예복을입고나팔을들고아삽자손네사람들의제금을들고나서서이스라엘왕다윗의규례대로여호와를찬송하되찬양으로하답하며여호와께감사하여이르되주는지극히선하심으로그의인자하심이이스라엘에게영원하시도다하니모든백성이여호와의성전기초가놓임을보고여호와를찬송하며큰소리로즐거이부르며제사자들과네사람들과나의많은족장들은첫성전을보았으므로이제이성전의기초가놓임을보고대성통곡하였으나여러사람은기쁨으로크게함성을지르니백성이크게외치는소리가멀리들리므로즐거이부르는소리와통곡하는소리를백성들이분간하지못하였더라하이고고민와여기로본다면本当に主の恵みに対して彼らは喜び声を張り上げ喜びをその爆発させたということだ。主の家で기쁨으로정말크게합성을질렀다라고기록まだ神殿は完成してないです。아직성전은건축되지않았습니다。ただ神殿の礎が建てられただけなんです。단지성전의기초가놓을しかしもうそれだけでも本当に喜んだんです。하지만그것만으로도그들은기뻐하고나歓喜であります。歓喜が喜びの爆発であります。기쁨의폭발입니다。皆様も喜ぶことができますように祝福します。祈りが完全に聞かれなかったとしても喜ぶように祝福します。祈りが응답되지않았다할지않았다할지라도기뻐하시겠습니다。まだ信仰の成長が自分の目指しているところでなかったとしても喜ぶ皆様であることを祈ります。아직믿음이자신이원하는그모습이되지않았다할지라도먼저기뻐하는여러분들自分の願った通りビジョンの通り行かなかったとしても喜ぶように主の皆様祝福します。내비전이그대로이루어지지않았다할지라도먼저기뻐하는우리들彼らはまだ完成していないけどもう喜ぶんです。그들은아직완성되지않은않았지만그들은주가一緒にいることを喜ぶんです。주님께함께함을기뻐하시고喜びが爆発するんです。기쁨이폭발했습니다。私たちどうでしょう。信仰生活の中に喜びありますか。믿음생활가운데기쁨이있습니까。歓喜がありますか。歓喜가있습니까。爆発するには喜びがありますか。폭발하는그런기쁨이있습니다。私たちは救われた。우리는구원받았습니다。예수様の十字架の流れで私の罪は許された。예수님의십자가보혈로내죄가사함을입었다。天国の民とされた。천국의백성이되었다。私たちは死んでも生きるという祝福が与えられた。우리는죽어도사는그축복이허락되었다。요한의11章25節26節読みましょう。11章25節26節を見ます。ヨハネの11章ヨハネ福音11章25節と26節25節26節입니다。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。アメン。예수께서이르시되나는부활이요생명이니나를믿는자는죽어도살겠고무릇살아서나를믿는자는영원히죽지아니하리니이것을내가믿느냐。はい、これが私たちが喜ぶ原因なんです。이것이우리가기뻐하는これが私たちが賛美する理由이것이우리가찬양하는이유これが私たちの人生に喜びを爆発させる原因となるものです。이것이우리삶속에기쁨을폭발케하는원인입니다。もし今皆様の人生の中に만약여러분인생가운데喜びがないならそれ기쁨이없다면무엇이원인입니까。大切なことを忘れているかもしれない。중요한것을잃었을지모릅니다。私たちはどういう身分を持って生かされているのか忘れているかもしれない。우리가어떠한신분으로살아가고있는지를잃어버렸습니다。イエス様の十字架というものを忘れてしまった。예수님의십자가를잃어버렸습니다。それをもう一度深く黙想するべきです。다시금깊게묵상해야합니다。이스라엘의民は이스라엘백성들은神殿の礎が据えられたということを通して성전의건축이놓여짐을통해서大いに喜び크게기뻐했습니다。歓喜の賛美を捧げた。歓喜의기쁨을넘기쁨의찬양을드렸습니다。ところがその喜びはいつまでも続かなかった。하지만그기쁨은계속이어지지못했습니다。에스라기4장에入ると에스라기4장을들어가神殿を再建する働きを邪魔する敵が現れた。성전을재건하는데있어서방해하는사람들이나타났습니다。彼らのこの喜びを奪い取ろうとする敵그들의기쁨을빼앗고자하는그적이나타났습니다。そのような勢力が이스라엘に現れる。그러한세력이이스라엘에게임했습니다。同じように똑같이いつも私たちの人生からあなたの中から喜びを奪い取ろうとする勢力がいるということを知っています。언제나당신의삶가운데그기쁨을빼앗고자하는그세력이있다는것입니다。日々の忙しさという理由を用いて매일의바쁨이라는그이유로罪の誘惑というそのもの方法を用いて
제 유혹이라는 방법으로 この世の楽しみという方法を用い이 세상의 즐거움이라는 방법으로 罪の誘惑という方法を用い제 그 유혹이라는 방법으로 主によって救われたということに対する喜びを奪い取ろうと 주님의 의해서 구원받았다는 그 기쁨을 빼앗고만 そのような闇の勢力が常に私たちの人生に攻撃をしてくる。この喜びを奪い取ろうとする全ての闇の勢力が打ち砕かれることになります。こ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 の闇の勢力が打ち
喜びから私たちを引き離すことができるものは何もないんだ。이기쁨에서끊을수있는것은아무것도없다。それを私たちは日々信仰で宣言していく。그래서언제나우리가믿음으로선포하고나가。イエス様の名前で宣言していく。예수님이름으로선포해야됩니다。この喜びを奪い取る闇の勢力を退けて行け。이기쁨을빼앗고자너흑감의세력들나사렛예수님을떠나갈지어다。이스라엘의敵たちは。이스라엘적들은。이스라엘의民の気力を失わせるために働いてきた。이스라엘백성들의기력을잃게하기위해서방해하는。彼らを脅すということ。그들을협박합니다。実際彼らの働きによって神殿再建は一時中断してしまう。실제로그들의방해로성전재건은잠시동안중단됩니다。しかし。하지만。その敵の勢力に負けることなく。그적의세력에지지않고。이스라엘의民は最終的に神殿再建と。이스라엘백성들은최종적으로성전을재건합니다。それがエズラ記6章に書いてある。그것이에스라기6장에기록되어있습니다。70年前に滅びてしまった神殿が70年ぶりにようやく神殿がもう一度建て直された。70년전에무너졌던그성전이다시금재건되었습니다。その意味は。그의미는。이스라엘に主の栄光が回復された。이스라엘에게주님의임재가회복되었다는것입니다。エズラ記6章です。에스라기6장입니다。14節15節を見ましょう。14節15節を見ましょう。エズラ記6章。エズラ記6章。14節と15節です。14節15節입니다。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャの王アルタシャスタの命令によってこれを立ておいた。こうしてこの宮はダリオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成した。유다손사람의장로들이선지자학계와이또의손자스가랴의경면을따랐으므로성전건축하는일이형통한지라이스라엘하나님의명령과바사와고레스와다리오와아다사스다의조서를따라성전을건축하며일을끝내되이스라엘의지니もともと神殿が建てられていた場所と同じ場所にもう一度神殿が開放されます。イスラエル그땅에원래세워졌던그성전그자리에성전이재건되었습니다。これが第二神殿と呼ばれる。이것이제두번째성전입니다。ゼルバベル神殿とも言われています。그리고스루바벨성전이라고합니다。今イスラエルは第三神殿建てようとしています。지금이스라엘은제3성전을세우고있습니다。で、この第二神殿は그리고이두번째성전은기元後70年にまた滅ぼされます。그리고기계70年に滅ぼされます。70年後へと、いや違う、紀元前、紀元後70年。AD70 年、AD70 年。AD70 年へ無駄ちゃった。ローマによって壊されします。ローマへと無駄ちゃった。その時からイスラエルは、バラバラになってしまって、国としてバラバラ。イスラエルは、흩어졌습니다。だけどそれから1900年経って、1948年にもう一度イスラエルが建国した。하지만1980년이되었을때、イスラエル다시금、1948년도에이스라엘나라가재건되었습니다。もうこれも本当に驚く秘密です。이것도정말놀라운このことも全部聖書に書いてあるんです。이것또한다이스라엘이もう一度回復されるってことが회복된다라는것이예언되어져있습니다。本当に聖書を見たら面白いです。정말성경을보면その通りになってます。그말씀대로이루어져나가고있습니다。この時第二神殿が建てられた。이때제두번째성전이재건되었습니다。ここで私たちがもう一度注目することは여기서우리가다시금주목하고싶은것은이스라엘땅에神殿が回復されるために성전이회복되기위해서하나님께서어떤인물을사용하셨나요。하나님께서어떤사람들을사용하셨나요。もちろん多くの人々を用いられた。물론많은사람들을쓰셨습니다。それをするきっかけとなった人物が誰であるのか。그것을하고자했던그제학에대한그계기를만든사람이누구였나요。もう一度エズラ記1章に戻れば主はペルシャの王クロスを用いた。그것을통해이것은바사와고레스를통해서이루어졌다는것입니다。
ペルシャの王クロスを通してそれを始めた。神様はイスラエルのうちに神殿を回復させるために、イスラエルの人じゃなくてペルシャの人を用いた。神様は神の中に御自身の栄光を表すために用いる器を選んだんじゃなくて、 이스라엘 백성 가운데 자신의 영광을 드러내는 사람을 택하신 것이었나요? 誰の霊を奮い立たせたのか、異邦人ペルシャの王クロスで。 바사와 고레스의 그 마음에 감동을 주셨습니다. 이방인입니다. 이스라엘 가운데それにふさわしい人物を選ぶのじゃなくて 거기에 합한 사람을 택한 것이 아니라 この時と出エジプトの時は違うんですよ。 이때와 출애굽기 때는 다릅니다. 出エジプトの時はイスラエルの中からリーダーモーセを選ぶんです。 출애굽기 때는 이스라엘 가운데 모세 리더를 택하셨습니다. しかし今回神様は 하지만 이번에는 異邦人の中から主の民を返すためにリーダーを選ぶということ。 이방인들 가운데 이방인을 택하셔서 이스라엘을 귀하게 하셨습니다. 나ぜクロスを 왜 고로스로 왔는가? 당신 또한 너 또한 사용할 수 있다라는 것을 가르쳐 주기 위함이었습니다. 주님께서는 자신의 그 목적을 이루기 위해서 이 땅에 주님의 나라가 세워지기 위해서이 사람은 틀림없이 택함을 받은 자다라고 말하는 것입니다. どんな人間でも神様はその人を選ぶことができて、その人を用いること、그 사람을 택하시고 그 사람을 사용하시고 그것을 가르쳐 주기 위함이라. 하나님께서 이스라엘의 회복, 신전의 살기의 ために, 성전 재건을, 이방인의 크로스를 用いたように, 이방이 고레스 왕을 사용하셨듯이, 用いられるはずのない異邦人であるこのクロスを用いられたように, 쓰임받을 이유가 없었던 이 고레스 왕을 통해서, 選ばれるはずのない異邦人が用いられたように, 택함받을 이유가 없는 그 이방인을 통해서, ここにいるあなたを用い, 여기 있는 이 자리에 있는 여러분, ここにいるあなたを選び, 당신을 택하시고, ここにいるあなたを通して, 당신을 통해서, 主の偉大な栄光がこの場所に表されている, 주님의 위대한 영광이 이곳에 나타났습니다. それをこのクロスから教えてください. 그것을 이 고지수를 통해서 깨달았습니다. あなたも用いる, 당신 또한 쓰임을 받을 것, あなたも働くこと, 당신 또한 あなたも主のために立ち上がること, 당신 하나님을 위해서 서서 나아가실 것입니다. これが主が教えてください. 주님께서 가르쳐 주셨습니다. 주님의 눈으로 볼 때 누가 한 사람 쓸모없는 자가 없습니다. 주님께서 보실 때 누가 한 사람 어찌되도 괜찮다는 사람 없습니다. 모든 이들이 주님 눈으로 볼 때 고귀하고 존귀한 자들입니다. 이자리는 모두가 하나님 보실 때 너무나도 귀하고 主の偉大な計画を実行するために神様あなたを選ばれた 하나님의 위대한 그 계획을 이루시기 위해서 주님을 당신을 택하셨다는 것입니다. 여기 계신 여러분은 주님의 빛입니다. 주님의 그릇입니다. 여기 계신 여러분은 정말 주님의 희망입니다. 이 자리에 계신 여러분은 하나님으로부터 충분하게 쓰임받을 수 있는 그 가능성을 지니시주님께서 이제부터 쓰시고자 준비하신 여러분들입니다. 그때 우리가 어떻게 응답하겠습니까? 사용하시옵소서 그렇게 말할 수 있겠습니까? 이사야 6장 8절 말씀 보겠습니다. これが今日の私たちの告白となることを祈ります。 이 말씀이 우리의 고백이 되기를 간절히 바랍니다. 이사야서 6장 8절입니다.
私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。アメン。내가또주의목소리를들으니주께서이르시되내가누구를보내며누가우리를위하여갈고하시니그때내가이르되내가여기있나이다나를보내소서하였더니아멘주님에대해서는この応答が私たちに必要주님의향한이 대답이우리에게필요합니다整っていても整っていなくても준비되어있어도준비되어있지않더라도年を取っていてもまだ年が若くても나이를먹어도젊어도준비ができてもできていなくても준비가되어도되지않아도私たちは今立ち上がる우리는지금서는것입니다主の栄光のため주님의영광을위해서今立ち上がる지금서는것입니다心配しない、걱정하지마세요。主の栄光はいつもあなた。주님의영광은언제나당신。主の臨在はいつもあなた。주님의임재는언제나당신。あなたが求めるなら主の臨在は今すぐ望まれる。당신이구한다면주님의임재는바로임하시죠。先ほどゼカリア書の御言葉を宣言しました。좀전에스가랴말씀을선포했습니다。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。힘으로되지아니하고능으로되지아니하고오직나의주의영으로임하시죠。今私たちは主の聖霊と共に立ち上がるべき。주님의성령과함께우리가일어서는。主の臨在の中で立ち上がるべき。주님의임재가운데일어서는。主の臨在を受けたならその栄光はその栄光がとどまっているならその人は今すぐ立ち上がるべき。주님의임재가임했다면그영광과함께일어서는것입니다。私たちが臨在栄光を受けた理由はあなたが臨在を受けてよかったそれで終わるものではなく。주님의임재를받은것은그것으로충만하고그것으로좋았다는것이아니라。それを分け与えるため。그것을나누기위해。それを流すために。그것을흘려보내。それをこの地上に表していくことだ。그것을이세상에드러내기。このニュージャージー、ニューヨーク、日本の地に表していくために。일본에드러내기위한。世界宣教のために。세계선교를위해。イスラエルの救いのために。이스라엘구원을위해。それがやがてイエス様の再臨へとつながっていくことになる。그것이언젠가今예수님의재림과연결되는。あなたが主の臨在を受けることがこれだけ偉大な結果へと導かれる。임재를얻는것이이정도로위대한역주의세례를受けて立ち上がることとして主の臨在아この主の再臨まで導かれるという偉大な結果を見ることができる。성령을받고일어서는것이주님의임재까지이어지는이야기입니다。イエス様の再臨がこの地に行われるその時に。예수님의재림이이땅에임하는그날까지。私の人生を用いてください。우리의삶을사용하시옵소서。先ほどピロピロさんなんかしあお祈りとても良かったね。정말히로시상의그기도가너무좋았어요。何でも良いですか。何でも良いですから。뭐든지괜찮으니까。주님을위해서사용하여주시옵소서。音楽を通してもいいです。음악을통해서도。料理を通してもいいです。料理를통해서。笑顔を通してもいいです。웃는모습을통해서。私たちが私たちの人生そのものを通して。우리의인생그자체모두。とにかく何でもいいですから。뭐든지괜찮아요。何でもいいですから。뭐든지食べてる時も。먹을때도。お水飲んでる時も。아물을마실때도。神の栄光。하나님의영광을드러내주시옵소서。神の栄光を表す器として用いてください。하나님의영광을드러내는그릇으로사용하시옵소서。今すぐに。지금당장。私を使わせてください。나를사용하시옵소서。救われなきゃならない魂ともに私を使わせてください。구원받아야될그영혼을위해서나를보내주시옵소서。この祝福が。皆様の人生に訪れることに皆様どうして本当に主の計画が成就されることを見たいです。素晴らしい証を聞きました。정말큰간증을들었습니다。片岡さん夫婦が祈った時に片岡さん夫婦が祈祷して尿の何だっけ石詰まってた人が取れたってね。여러결석에그돌이막혀있는사람이있었는데그돌이빠졌어요。石が金色に光ってたんです。빠진그돌이写真送ってきた。금색돌이었다。本当に主の栄光の器として用いられた証。정말주님의그릇으로쓰임받았어요。そういう証皆さんもいっぱいあると思います。여러분안에서도분명그런そういう証が次から次へと行われます。간증들이계속해서이루어지기원합니다。주님의이름으로축복합니다。기도하겠습니다。